宮本武蔵の下段の構えに刀流は、両手にそれぞれ刀もしくは剣を持って、攻守を行う技術の総称。二刀剣法とも呼ばれる。また、左右両方の手それぞれが武器を扱うことから、二つの異なる手段を持って、ことに当たること、あるいは同時に二つのことを行うことを意味するようにも、なった。剣銃を使う場合は二丁剣銃というと表現する。 二手日流の演武日本の剣術の二刀流は、利き手に、本差を、反対側の手に脇差しを持った形が、最も多い。基本的に両手で外して使用する目的で、作られている、日本刀を片手で使用することや、両手を別々に使用することは難しく、二刀を中心とする流派は少ない。二刀流を重視する流派としては、宮本武蔵が開いた。 二天一流が最も有名である。二刀剣法の技術は、多くの古武道で継承されているが、形は様々で、左手に内刀を持つものや、逆手で扱うもの、珍しいものでは二フェリの脇差しを使う、二刀小立ち術や二刀っ手、二長鎌なども存在する。手裏剣術では、片手に刀を持っていることを前提にして、逆の手で、手裏剣を打つ技もある。 一刀で行う剣術に習熟する方法として、まず二刀を練習して慣れてきたら一刀に戻すという方法が行われることもあった。中国や東南アジアの影響が多い琉球古武術では、カンザしやトンファー等の武器を両手に一つずつ持って使う。流派人物二刀流の剣道選手現代の剣道では、青年者は二刀流を公式試合で使うことが認められているが、 使用者の数は少ない。昭和初期に学生の間で試合に勝つためだけに団体戦において二刀流の選手を防御一辺倒の引き分け要因とする手段が横行したため一部の学生大会では二刀流を禁止するようになった。太平洋戦争後に発足した全日本剣道連盟も戦前に習って 学生の二刀流を禁止したために二刀流を学ぶ者が非常に少なくなってしまった。ただし、伝統が断絶するのを危惧する声もあり、1992年に大学剣道では解禁された。現在は徳島県警の山名信之が二刀流の使い手として知られている。試合では基本は小立ちで敵の攻撃を受け流し、立ちで打つ。立は一般の,ものより、 短めの市内を使う。木立は防御や崩しが中心で完璧な形で決まれば、木立の打突も有効打突となる場合もあるが、間合いの短い木立で完璧な打突は決まることがほとんどない上立での打突に比べて判定自体も厳しくなるので、事実上有効打突とされないという認識が一般的である。かつて二刀流の相手に対しては、 胸突きが認められていた時期があったが、1995年のルール改正以降は認められていない。スポーツチャンバラでは、二東の部では二刀流が義務付けられ、一種の部では二刀流が認められている。バスク地方の県部中東イスラム県では9世紀のアッパース朝時代に、現在のイランで、反独立政権ターヒル・アサを樹立した武将ターヒル、イブン・フサインの名が挙げられる。 ターヒルは、石眼の武人でよく草刀を使い、2本の右手を持った人とあだなされたという。近代の中国武術の武器古調草刀中国の剣術では草剣や草刀、東南アジアでは、シラットやエスクリマ、クラビークラボーンなどの武術で二刀流が行われ、日本とは違い比較的一般的であった。ウクライナの伝統舞踊、ホパークで、 日本の剣を持つものがある。漫画やゲームなどにも二刀流はよく登場するが、現実の二刀流とは違い、同じ武器を二つ持つことによって、攻撃の手数を倍にするという戦法で戦う、キャラクターが多い。この戦い方は手数が倍に増えるため、白兵戦において、かなりの攻撃力を発揮するが、実際にこの戦法で戦おうとすると武器が探検でも、 ない限りかなりの努力がないと十分な攻撃速度が出せない上、利き腕でない方の腕にも相当の技量が必要となるため、極めるのは上記の攻守兼用の戦い方よりもはるかに難しいだろう。プロ野球において投手と野手を兼任する選手も二刀流と呼ばれる。日本プロ野球黎明期の一リーグ時代は兼任した選手が多くいたが、 近年はほとんど存在せず、21世紀以降に、日本プロ野球の一軍や、メジャーリーグベースボールで投手と野手の二刀流で、各10試合以上の公式戦出場を果たしたのは2003年から2004年の、ブルックス・キー・シュニックと、2013年からの大谷、翔平、2018年からのマイケル・ローレンズンのみで、ある。特に大谷の挑戦は日本で話題及び、二刀流が、 同年のユーキャンシン後流行語大賞の候補55にも選出され、2021年には年間大賞を受賞した。2020年には MLB で二刀流がルール上定義され、一定条件を満たす二刀流選手を保有している。チームには事実上の優遇措置が与えられる。アメリカ大学野球ではワシントン州立。 大学2年時の1988年に打者として66試合で打率464と23本塁打、投手として15勝0敗と防御率2.49を記録したジョン・オルルドの功績を称え、二刀流で活躍した選手に贈られるジョン・オルルド賞が2010年に設立された。ダニー・ハルツェンやマルコ・ゴンザレスが受賞している。また、 野球以外の競技でもプレーする、マルチアスリートも、日本では二刀流と呼ばれる。中でもボー・ジャクソンは、NFL プロボールと MLB オールスターゲームに、出場。ディオン・サンダースは、NFL スーパーボールと MLB ワールドシリーズに、出場。ジーン・コンビーは、NBA ファイナルと MLB ワールドシリーズに、出場し、複数のトッププロリーグで活躍を見せた。 その他、全く違う投球フォームを2種類持つ選手を2、投流をもじって2投流と呼ばれたこともある。日本プロ野球日本女子プロ、野球機構メジャーリーグベースボールニグロリーグ韓国、野球委員会オランダフーストクラッセ中華職業、棒玉大連盟ドイツ分で3が中国野球リーグ。ありがとうございます。